では続きまして、小学校1年生なゆたさんから、ありがとうございます。ありがとうございます。メンダコは家で飼えますか？もう一つメンダコ関係で、みゆみゆメンダコさんから、保育園の年中さんですね。私は深海の生き物が大好きです。特にメンダコが大好きです。メンダコを長期間飼育するのはなぜ難しいのですか？お友達になりたいです。いつかお友達になれますでしょうか？です。この子はお家で飼えるのでしょうか？いろんな水族館で、メンダコって今人気なので、水族館で一生懸命頑張って飼って、お客さんに見てもらいたいなっていうことをチャレンジしてますよね。してますね。一番長くて何日ぐらいですか？ 50 日ぐらいですか？50日ぐらいみたいですね。ねえ、で、なんで難しいかっていうと、まず、深海何百メートル深いところにいるメンダコを水族館の水槽に入れなくちゃなんないんですけど、深海から網で取って引き上げてくると、まず冷たいところから海の表面あったかいところに来なくちゃなんないので、その温度のがすごく高いところにいなくちゃなんないから、それのショックで相当弱っちゃうとか、あとはメンダコの、まあ、あまり触ったことある人いないと思うんですけど、表面の皮膚がすごく弱いんですよ。なので、水槽に入れると、水槽にぶつかったりして、すぐに、表面の皮がボロボロになっちゃって弱って死んじゃうとか、あと、メンダコ自身からいろんなヌルヌルした液体を出すんですけど、それが、その水を汚しちゃうんですね。それでだんだん弱くなっちゃうので、なかなか水族館で飼うのは難しくて、すごく水族館でも難しくて、すごく大きな水槽があったら、で、冷たい水でかがあるんだったら飼えるかもしれないですけど、あと取るときも注意してね。今のところちょっと難しいかな。で実も、際、水族館に勤めてる、まあ、新江ノ島水族館の杉村飼育員に、ちょっと LINE で一言、メンダコって家で飼えるのって送ったらですね、返事は100倍か200倍くらい、すごい長いメールが返ってきて、大変だって書いてありますね。その一言。いやいや、そんなことない。書いてあるのすごく長くて、やっぱりそもそも取ってくるときに傷んじゃう。普通底引きで取ってるから、今藤倉さんが言ったみたいに傷ついてるし、で、彼らはなんかこうメンダコが入ってるともう匂いでわかるんだって。独特な匂いがするから、あ、メンダコ入ってるって最優先で取りに行くんだけど、やっぱりエビとかが一緒に入ってるとエビの何トゲが刺さっちゃって傷んで、飼育も難しいのは、生き物飼うときに実は一番難しいのは餌なんですよね。ご飯あげられないと死んじゃうので、で、餌は一応桜エビをあげてるんだけど、贅沢な。なんかでも2個、2匹、2匹とかしか食べないんだって。で、なかなか良い状態で採取が難しいからっていうのが大半で、かつ状態がなかなかいい状態っていうのはまだ何かわからないっていうのが難しいみたいです。あと、光のストレスも結構あるみたいで。光当てると眩しそうにするんだって。目の周りをこう動かして。お友達になれますか？お友達の定義によると思うんですけどね。例えば私たちが深海に行って連絡を見て話しかけたことはないけど、近くに寄っていくと意外と逃げないんですよ、メンダコって。なので、メンダコの言葉が分かれば会話ができるかもしれない。そういう意味では飼育員さん、眩しそうとか嫌そうとか分かってるみたいだから、少し気持ちは分かるかもしれないですね。逃げなくて嫌がりはしないので。だから、海洋生物の研究をやって友達になるのがいいんじゃないでしょうか。海洋生物の、研究をやってということでしたけれども、小学校2年生のりくちゃんさんから、ありがとうございます。どうしたら深海生物の研究をすることができるの？僕もやってみたいときにどうしたらいいでしょうか？
一番早く研究できるのは水族館に行って深海生物をずっと観察する。あ、こういうふうな泳ぎ方してるよとか、あとは、うん、結構みんな知らない間に深海生物を食べてるんですよ、たくさん。例えば回転寿司に行くと縁側とか食べますよね。あれなんて深海にいるカレイの身とか、あとはキンメダイとか、あとはちょっと高いけどズワイガニとか、いろんな深海生物を食べてるので、一番手っ取り早い研究はどの深海生物が美味しいかとか。なるほど。他の質問でですね、中学校3年生の甲賀お魚さんから、今まで食べた中で一番美味しかった、もしくは一番美味しくなかった深海生物は何ですかというのが来てるんですけれども、今いろいろ食べてみて研究できるよと伺いましたが、いかがですか、2人それぞれ食べてみた深海生物。先言っていい？どうぞ。あの、食べたことないから僕が先に答えないと言うことなくなっちゃう。うん、普通ね、あんまり上がってきたらやったーって食べないから。調査公開中はですよね。そう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 。いや、もちろん昔もダメだったんですけど、ただいろんな人とお話ししてると、特にその今回質問くれた人みたいに、深海生物って食べられるのとか、この貝は食べられるのっていろいろ写真見せるとよく聞かれるので、内緒で食べました。もう私が食べたのはシロウリガイ、海底から温泉が湧いてるところとか、そういうところにいる貝で、二枚貝なんですけど、それの筋肉の部分、貝柱の部分を食べました。生でちょっと洗って。普通の二枚貝、まあ、ホタテとかと同じような味、食感でしたよ。そんなに美味しいかというと、あまり、この好き好んで食べなくてもいいかなっていうのと、特にその私が食べた海底から温泉が湧いてるようなところの生き物って、温泉の中に結構いろんな有毒な成分が入ってるので、それを蓄積してるから食べない方がいいかな。なるほどね。あったかい水はさまざまな金属を溶かし込むん で、 でそれがね、析出したのがあのブラックスモーカー煙突なので、なかなかね、あんまり食べない方がいい。さっきいっぱいエビが出てたじゃないですか。あれを食べた外国の研究者もいるんですよ。この人の話によると、なんか噛み切れなくてゴムみたいで全然美味しくなかったって言ってましたね。食べて研究するなら、やっぱりちゃんと市場に出回ってるやつね、例えばタカアシガニとかキンメダイとか、まあ、そういうやつから始めた方が。そうですね、普通の深海生物売られてるやつとか、そういうやつって基本的に美味しいんですよね。だからそういうのは全然安心して食べてください。そろそろ時間も迫ってまいりましたけれども、ご紹介できてない方、小学校2年生のジョイさんから、ありがとうございます。デメニギスの目を守っている透明の膜は何でできているのですか、中の液体の成分も知りたいですということです。デメニギスを知ってること自体すごいなと思うんだけど、最近ね、集まれ動物の森で出てくるんだよね。あ、そうなんですか。うん、釣れるんだよ。島の動物として釣れるので。そうなんですか。うん、じゃあ認知度が上がってるんですね。その可能性はあるね。あ、うん、まあ、こういう魚、深海に住む魚で頭の部分が透明になってると、これアメリカのモントレーベーアクアリウムでしたっけ、うん、が撮影して、その筋ではちょっと話題になったかなと思います。これは撮影されたから、この頭のところにこういう膜があって中に透明な液体が入ってるよっていうのは初めて分かったんですよ。うんうん、それまでも実はこの魚はいっぱい取られていて、うんうん、存在は分かっていたんですけど、それこそ上げてくると、この頭のこの透明の部分っていうのがすぐに壊れちゃうので、これ生きた姿が見つかるまではむしろこの
透明な部分が全部なくなってて、ある意味頭のへっこんだ変な魚だなっていうふうに思われてたんですよ。ところがこのそれこそアメリカの研究機関が生きてる姿を初めて撮影して、こんな、まあ、ゼリー状寒天状のもので包まれてるなんてびっくり。でしかもその中にあるその緑色っぽい麺みたいなのがギョロギョロ動く様子も見られたのでびっくり したんですけど、まあ、正直言ってこの寒天状のものが残ったまま私たち研究者のところまで手に届かないので、それが何でできてるかとか何が入ってるかっていうのはおそらく今でも分かんないと思いますよ。ですね、そういうことか。あれですね、以前国立科学博物館で標本見たことありますけど、そんなね魅力的な感じじゃなくて、ちょっとなんだろうこれっていう、なんか光らびた鈍すぐの鈍しみたいな感じだったでしょう。これまでお送りしてきたんですけれども、そろそろ時間になるので、最後にちょっと分野の違うご質問を紹介して終わりにしたいと思います。中学校1年生の名前がない方ですけれども、おはようございます。ホール計画はいつ始まりますか。小学校6年生ユンタさんから、地球はあと何年でマントルまで掘り進めますかということで、ジャムステックで持っている地球深部探査船地球という穴を掘る、海底を掘って、地層をサンプリングする船があるんだけれども、それに関する質問ですね。で、ホール計画っていうのは実は、アメリカが1957年に始めた地球のマントルまで掘削するプロジェクトで、この計画自体はもう終了しました。ただモール計画と同じ目的であるマントル掘削計画は今も続いています。で、地球はあと何年でマントルまで掘り進めそうですかというのは、約15年ぐらいかかるんじゃないかなということです。まだ、技術とか、あとはお金とか、クリアしないといけない課題がたくさんあって、そのためにジャムステックでも、努力している人がいっぱいいますよというお返事を、担当しているところからもらいました。今日生き物を中心にいろいろとお送りしてきましたけれども、ジャムステック地球の中とかね、前回は地震、火山といったこともやりましたし、いろんな海の分野を研究しているので、興味あったらホームページとか見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは、藤倉さん、トリフさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。いや、いい質問多かったですね。ですね、うん、あと、まあ、星砂は本当ドンピシャなんでびっくりしましたけどやっぱりいろんな深海生物に興味を持っていただいて嬉しいですね。私の方から、じゃあせっかく見ていただいている方に、深海に実際に行くと結構深海の生き物の頑張ってる姿というか、そういうものが見えるので一瞬だけちょっとお見せしますね。はい、これは深海でイカが、まあ、このウミシダっていう生き物を引っこ抜こうとしてるんですよ。ホオズキイカってやつが。そうすると今度はアナゴの仲間がやってきて、そんなことをするなというふうにやるんですって。今度はバトルが始まります。すごいですね。そうです。で、どっちが勝つかで、最後にイカが今炭に入ったの分かりますかね、うん、そういうふうにして逃げて、両方ともまあ引き分けだったんですけどじゃあ皆さん、せっかくじゃないけど、残念、今あまりお家の中にいるしかないんですけど、私から最後に宿題をお渡ししてもよろしいですかね。何でしょうか。イカの墨とタコの墨は何が違うか。で、今深海にいるイカは墨を吐いたんですけど、じゃあ深海のタコは墨吐くの。イカとタコの墨の違いを勉強するとそれがきっとわかるかと思いますので、もしよろしかったら後でツイッターでも何でもいいけど、ハッシュタグは同じにしましょうかね。ジャムステックに質問じゃなくて回答だけど、で、イカの墨とタコの墨は何が違うのかの宿題の答えを提出してくれる方を募集します。新しい
それでは、そろそろお別れの時間となりました。今日ここまで見てくださいましてありがとうございました。また質問をくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またねー。